回はですね、まあ、ストロークの戦術。打つっていうイメージじゃなくて動かすイメージを持って打ってます。取りに行くボールじゃなくて相手を動かして嫌なショットを打とう。皆さんこんにちは、小野田道久です。今回も西岡選手の吉津チャンネルと我々スターテニスアカデミーのコラボ企画になります。西岡選手、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、まあ、ストロークの戦術について詳しく聞いていきたいと思うんですけれども、まあ、やはりクロスコートがメインになってその後の展開っていうのをちょっとどう考えているのか。あ、はい、わかりました。そうですね、まあ、クロスはやはりベースになりますけども、はい、この少しループ系のボールが結構多くて、僕はあまり低い弾道で打つことは少ないんですけど、はい、この少し高めで、まあ、基本的に右利きの選手が多いんで向こうのバックハンドとの打ち合いっていう展開が多いんですけど、試合でいつラインに打つかっていうのを結構勝負になってくるんですけど、まあ、逆にまあ向こうが断然打ってくる可能性もありますけど、僕は結構バックハンド得意なんで走っててクロスにアングル狙って打ったりとか、まあ、あのライン打つときは結構ラインダウンザラインフォアから打つときは打つっていうイメージじゃなくて動かすイメージを持って打ってます。動かす、はい、あの決めに行くではなくて、そうですね、エースではないですね。ウィナーはもう取れたらいいやってぐらいです。別に基本取りに行くボールではなくて相手を動かして嫌なショットを打とうっていうイメージです。ラストお願いします。いや、チャンネル登録よろしくね。グリップはやっぱりちょっと厚め。どうなんですかね、でも今の若い世代は多分普通なんじゃないですか。僕らからすると厚めです。僕からするとかなり厚めです。でもジュニアの頃からね、これぐらい厚かったよね、はい、もっと厚かったです、ジュニア。僕もっと厚かったです。当たってる時こうやってなってたんで。それを直して、直しました。いつぐらいから直、いつだろう、 IMG にいた時ですね。アメリカ行ってから、はい、ちょっと打つ、ここが打てなかったんで、もう厚すぎてここが打てなくて、厚すぎてここが打てない、はい、だからちょっとずつ薄くしてここをしばけるように変えていきましたね、はい、低いボールはどうですか、今の同じグリップで。そうですね、ここで打っていく、はい、ここで縦に振っちゃう感じ。縦に振りますね、はい、低い時は結構オープンでこうやって打ったりしますね、はい。まあ、少しこう軌道がやっぱ高かったですね。いや、高いですね、うん、でもその高さがそのただ高いだけじゃなくて、うん、やっぱボール の、 このエネルギーがしっかりあるし、うん、ね、しかもやっぱ右利きの選手だったらただこう縦回転じゃなくてちょっと横に、はい、あの行く、うん、まあ、ナダルなんかもね、そうですね、気持ちなんか外から回してるイメージかもしれないし、ね、はい、やっぱそれがボールにすごく現れてるなて、ね、後ろから見ると、ね、よくわかりますね。いや、わかりますね。悪い時はこれが伸びなくて、うん、あの手打ちになっちゃう、なんかもう今のとかしっかりこうやって振ってましたけど、はい、悪い時もこうやって引いちゃってこれだけで打っちゃうからボールがいかなくて、さっきの伸びが全くなくて、はい、逆にもうバック入り込まれて打たれちゃうっていうケースはあるんで、そこが結構僕のまだ課題ではあって、もっとここをしっかりと振れる、そのスピンの量と、はい、この勢いというか、う、ね、体重の乗せ方とか当て方のね、はい、でクロス打ってからこのダウンザラインにもしっかりこう切り替えて。そうですね、ダウンザラインに打つボールって結構いろいろあるんですけど、でまあ、この辺打ってこれぐらいですね、形は一緒ですね。ラストいきましょう、はい、なんかこのステップ見ててもボールに寄ったりだとかいろんな打ち方する、はい、もういろんなことをなんかね楽しんでるもん、こういうボール出しのやつってなんかこうどちらかというと形をこう突き詰めるようなところあるんですよ、はい、僕らってやっぱこうどこに足を出そうとか、はい、こうどこにテイクバックでどこでっていうちょっと形をなんかやりすぎるところがあるんですけど、もう
相手をなんかこう想像してるというか、うん、相手見てこうなんかクッとこう溜めてクロスやって、ね、溜めて同じようにやってストレートやったりとか常にこうゲーム感覚というか、はい、そういうのがありますね。相手からすると最悪ですねこういった選手もなんかこうこっちからすると遊ばれてるなっていう風になるんで、うん、なんか今見てると、バックハンドはほとんどこうクローズで打って、はい、フォアはオープンがほぼほぼ、はい、なるほど。今見てるとほとんど右足が、左足が入ってこうやって打ってるっていう感じがどっちもいけますね。なんか、まあオープンの方がコントロールはしやすいっちゃしやすいんですよ。その代わりまあ球速は伸びにくいんですけど、イメージオープンだからといって体重前乗ってないわけじゃなくて、ちょっと出してもらっていいですか。なんかオープンでもここからちょっと前に行ってるイメージ持って、左足でこうグッと蹴ってるね、はい、そう、ここでちょっと前に行ってるんで体重は前に出してて、もちろんこれの方が伸びるんですけど、これだとちょっとコース僕狙いにくくて、こっちの方がコース狙いやすいんですよ。まあね、グリップがねやっぱ厚めでかなり握ってるから、はい、あまりクローズに入っちゃうとね、前すぎるとなんか下行っちゃう、ね、はい、今のは結構ここ前に出してましたけど、いいですか。まあ速いボールとか来た時にやっぱ結構こんな感じになっちゃうんですよね、どうしても。でまあ有効の時もあるんですけど、やっぱ今のって結構ここだけで振っちゃってるんで、いい球は行ってるかもしれないですけど、意外と球は伸びてないみたいなことがあるんで、その辺は結構、まあ、内訳はしますけど、なるべくそこは今避けたい部分ではあって、はい、早く打ってもらっていいですか、こっち。でここで結構、はい、合わせてこのちょっとこすり上げて、はい、でもしくは後ろから見たら分かるけど、このボールがね、外からやっぱこれね来るのが嫌だね。一回左に行ってから右に巻いてくるっていう。だってこれ相手からするとアウトだと思っちゃうよ。これこのなんかアウトだと思って見逃すよこれ。そうですね。でここから急にガンと落ちてくるっていう。はい。なんでナチュラルなボールの時もまあここから同じような軌道打つんですけど、今のも結構ここだけでちょっと相手絶対取れるぐらいのスピードじゃないですか今のとか。走らせたりとかしたり、それでいいんですよね。それでいい、それが狙いです、うん、はい。なるほど、ね、逆に最後の方とかパーンって打たれたに対してここ中入ってちょっと早めにタダンって打ってるんですけど、あれも取れそうなんですけど、あそこからハードヒットしにくいと思ってああいうボールも織り交ぜてますね。今のとかもう全然打ってないですボール。あ、そう。はい、もうタイミングだけでした、この辺の。じゃあストロークで常にこうラリーしてるときは 100% で打ってないわけでしょ。ほぼないですね。何パーぐらい、6ぐらいだと思います。うん、半分ちょっと、はい、7、8割まで行くことほとんどないです。速度的に見たらめちゃくちゃ遅いんですよ僕の球とかって。でもタイミングとかが早かったりしてちょっと時間奪われたとかがなることが多いかもしれないです。あえて決めなかったりします、僕。あえて決めない、はい、そのポイント落としてもいいんで、はい、体力削ろうって思って打てるけどもう打たない。僕ね、デミノー戦を一回解説した時に、はいはい、そんな感じに見えたんです。ありました。決めねえのかよみたいなまだラリーしてるみたいな、はい、そのうちもデミノーがもうフラフラしてきちゃって、はい、まあそれはね、やっぱトレーニングをきちっとやったり、ね、はい、練習の中 で、 そうです、ねね、自分があるっていうのが、はい、自分が走れるっていう前提はあるので、だね、西岡選手が6割で打ってるって言ってても早く皆さんが感じるのはそれはそうですね、ベースが違うから、ね、それはそうです、はい、それはもちろんフェデラーの6割もね、ジョコビッチの6割 も全然違うんで、ね、はい、僕よりも全然早いんで、はい。あ、ちょっとずれた。まあここ結構早いタイミングで撮ってて、こことかこのぐらい、この辺です。結構低めにスパーンって打ちますね。ああ、早い。ほぼほぼフラット。おお。こうなんか跳ねないクロスみたいなのを打ちます、はい、結構で、そっちで走るんで絶対。で逆にね、向こうがフォアでちょっと厚めのグリップだったりするとね、こうなるんで、はい、なってくるとバックに飛んできたらストレートもクロスもいけるし、はい、こっち来たらまたクロスにわざと走らせて、はい、ね、まあそれね、その映像で僕も何度も見てますけど、はい、あ、ね、ナダルだとか、ね、ジョコビッチとも対戦してるし、はい、僕ね思ったのが、ナダルさえも嫌がってるなっていうのは、多分嫌だったでしょうね。僕も結構やってて嫌なのかなって思いました。
まあ、磁力が違いすぎて最終的に負けましたけど、やってて結構作戦ハマったなと思いました、ね、はい、受けれる、受け止めれる自信もあるし、あ、じゃあ、あの打ってこないならこっちから行くよっていうのも、うん、すごいこの駆け引きがね、はい、カウンターを取りたいんですよね、バックでね、はい、バックのクロスの、はい、なんかこうやって打ち合ってると絶対バックハンド中入るんですよ、みんな、あの後ろで打ちたくないからね、はい、絶対中入るじゃないですか、はい、ここ、はい、こうやって打ってくるんですよ絶対、はい、そしたらこっち走るの大変じゃないですか、はい、今のとかこのじゃあ中入ってスコーンって打ってあそこ打たれたら、うん、でもここ、こう取りに行くのってめっちゃ大変じゃないですか、はい、絶対後ろ下がっちゃうんだから、ね、はい、はい、だからその分相手下げれるんで走る距離増えるじゃないですか、なるほど、ね、はい、その辺が結構得するんで、自分のチャンネルでこれやってない僕は自分のチャンネルでこれやってない、あまりこういうのは自分でやりたくないですよ、広げてくれないとね、こういうのもあるし、ね、僕はなんか自分でやるっていうか、自分のチャンネルでやったらいいんちゃうか、だからね、このやっぱフォアのねちょっと高く弾むボールとバックのこの低めの弾道のが、右利きの選手は本来は右利き同士でやったらそれはバックのちょっと低めの弾道同士でラリー、フォアだったら高めのラリーだけど、左利きなんで全く逆になるんですよ、バックに高いところ来てフォアの時に低めのところ来るから本当にやりにくいなと。スタテニ、スタテニということで、ストロークの戦術ちょっとフォア編をね詳しくやりましたけども、まあ、いろんな吸収考え方があるなっていうふうに感じたんですけども、高尾プロいかがでしたか。いや本当にね、いろんな映像を、世界のトップ選手と戦ってる映像の中でなんとなく僕もそういう風なのかなって思ってイメージはしてましたけど、やっぱ実践中華選手から聞けると楽しいです ね、 そうですね、今度そうやって皆さんも見れると思うし、うん、じゃあねジョコビッチだ誰だってこう世界のトップと戦った時に本当そういうことを考えながらやってんだなっていうのが分かって、僕も楽しかったです、ありがとうございます、はい、まあ、視聴者の方もこういう考えを持ってやはりシングルなんかプレーするときは、まあ、今の戦術を頭に入れながらやると、まあ、結果につながるのではないかと思いますので、ぜひやってみてください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。スタテニ。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!